ハイラム・カイル・デイビーズはアメリカ合衆国ジョージア州リカーブ軍、リケーター出身のプロ野球選手。現在は FA、ストックブリッジのストックブリッジ高校に大学していた。メジャーリーガーの排出でも有名なジョージア工科大学をはじめとする大学軍からも高い評価を受けていた。アトランタ・ブレーブス時代2001年の MLB ドラフトでアトランタ・ブレーブスから4巡目で指名されたため、 大学には進学しなかった。A 級ロームブレーブスの創設期に所属しており、2003年のサウスアトランティックリーグの優勝も経験している。2003年のシーズンでは148奪三振を記録し、チームトップだった。2005年に m l b へ初めて昇格し、公式戦で7勝を記録すると、先発ローテーションに定着した。この時、 マイナーリーグから招集されたベイビーブレーブスの一員でもあるに先発投手として来日初登板。1回表に新人の一番打者高山俊へ初級を投じたところプロ初本塁打を起死した。2回目の先発登板に向けた調整中に背中の張りを訴えたため4月5日に出場選手登録を抹消されたが5月30日には 対北海道日本ハムファイターズ戦で来日初勝利を挙げている。12月2日、自由契約公示された。2017年は、所属球団なく、2018年5月7日に、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペイトリオッツと契約。シーズン後、FA となった。2019年3月15日に、アトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。 シーズン後、FA となった。メジャーやマイナーでは主に、スターターとして起用され、時速1 4 5トル前後のフォーシーム、時速1 4 0トル前後のカッター、時速1 3 2トル前後のチェンジアップ、時速1 2 4トル前後のナックルカーブを持ち玉とする。MLB における、 フォーシームの最高急速は2007年に97.7マイルパーアワーを記録しているが、2015年では91.1マイルパーアワーに止まっている。ありがとうございます。